ちょっぴり得するさかい堪忍な。はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はまあざっくりじゃないね、まったり振り組み回っていこうかなっていう感じの動画です。どうぞよろしくお願いいたします。まあなんでかっていうとね、ちょっとね、振り組みをね、意識的にずっと回らないとね、無理言い方が良くないのかもしれないんだけど、素材のね、要求数がね、頭おかしくてね、マジでえげつないっす。はい、ガチでえげつないっていうぐらいに、もうやばいんすよね。はい、頑張って周回していますという感じです。はい、でまあなんでかっていうと、まあ、めっちゃ単純で、今回の同素材ですね、新しく追加された忘れ字の灰とか、もう一つの儀式券ですね、あれの必要総数が頭おかしいんだよね、割とガチで。うん、めっちゃ頭おかしくて、なんかとりあえず脳死で集めようっていう形で集めてるんだけど、本当にえげつないです。はい、でまあどれぐらいえげつないかっていうと、まず、忘れ字の灰ですね、灰の方に関しては、アペンドスキルでは、使うサーバント今のところいないんですが、確かいなかったはずなんですが、462個使います。はい、462です。新しく追加された6機のサーバントがいるんですが、そのうち3機のサーバントが使うということで、霊気再臨込みで、462個、スキル上げで432個使うっていう、なんかもう頭おかしいことになってます。はい、もう500乗るじゃんみたいな、どうせだったら500乗った方が楽なんじゃねって思うんだけど、まあそんなこと言ったら地獄を見るので、うっていう形になっているんですが、まあこの時点で忘れ字の灰が462個で、黄昏の儀式券ですね。はい、これに関してなんですが、ちょっと頭おかしいかなっていう感じなんだけど、再臨で36個使って、アペンドスキルでも使います。はい、アペンドスキルでも確か108ぐらい使うで、スキル上げですね、スキル上げでなんと576個使うということで、はい、どれぐらい使うのかっていうと、まあアペンドスキル込みでスキル上げしようって思うんだったら、合計720個、使うっていう、ちょっと何言ってるか分かんないなっていうこの1週間で、まあ新しく攻撃力アップつけるの忘れてたんだけど、まあ新しく追加されたね、やつなんですが、新しく追加された格好、まあ、スキル上げ込みでいろいろ見たときに、いや、3週間でもこれ集めきれんぞみたいな1ヶ月経ったとしてもこれ集めることできんぞみたいな形になってるんで、なんか、やばいなって思いつつ、ちょっと喋りながらやってるんで、なんかすっげえゴミみたいなプレイングしているんですが、気にしないでください。はい。で、まあね、合計忘れ字が462で、儀式券が720個必要ということで、まあ意識的に、ちょっとね、回らないといけないので、まあ、がっつり、ゆっくり回ったりしております。はい。で、自分ですね。自分に関しては、まあ、ライヘンバッハの滝のところ回っているんですが、なんでここ回ってるかっていうと、絆効率込みでここが一番いいなと思ったんで、ここ回っております。はい。で、まあ、一応、すいません、ちょっと鼻が。シルミニウムですね。シルミニウムが、儀式券だけで言うと、最高効率。そして忘れ字の灰だった場合、ヨウイヌス砦かな、確か森をクリアすると新しく追加される振り食えなんですが、そこのところが一応効率いいっていう感じです。灰が、砦、そして黄昏の儀式券がシルミニウムっていう感じです。ただ俺はそんなん関係なしで、両方ともね、効率よくドロップする場所どこだろうってなった時に、ライヘンバッハが一番回りやすいなと思ったんで、ライヘンバッハ回っております。はい、で一応狭間のところですね、狭間のところで、まあ
平均的にドロップするみたいなのがあったりするんですよ。フリクエとかであったりするんですが、狭間の町とかそこら辺に関してはまあ個人的に剣の方をメインで集めないといけないってことは、まあ別に平均的にドロップさせてもあんまり変わらないよなっていう風に答えがたどり着いたので、まあ基本ライヘンバッハの方を自分は重点的に回ろうかなと思って回ったりしております。であと AP が22ということで、絆効率のことを考えた時にちょっとだけ、ほんのちょっとだけ良かったりしています。はい、まあ AP1 使う分なんか知らないけど絆効率だけを考えたら美味しいっていう形ですね。ということで、まあこのライヘンバッハを、自分は脳死でずっとグダーっとわーっという感じで周回しているという形になっております。はい、いやけどね、運営さんバカだよ同素材だからといって、180族とか144とか216族を当たり前のように作るんじゃないっていう、まあびっくりっていうやつですよね、正直なことを言うと。まあ今後が怖いっていうのがめちゃくちゃある正直ね、なんかこのタイミングで同素材216族、まあ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 、まあ増素材やしな、同素材やからしゃあないなっていうのはあるんだけど、いやいやちょっと待てよ、同素材216族ってことは今後の周回とかで、ていうかまあ今後の新キャラクターですね、まあこのあと2部3章クリア前提のイベントが来ると言われているんですが、そこで実装されそうなキャラクター、もしかしてここら辺の素材使うって形になるし、まあ星5とかその他もろもろとかもんみたいな形にもなったりするんで、なんかそのことを考えた時に結構なんだろう、結構もうえげつない要求数が今後増えそうだなみたいな、なんか今後鉄喰いとか火薬とかあそこら辺ですね、なぜか知らないけどめちゃくちゃ集めるの辛いみたいな、あそこら辺の分類に入っていくのかなとか思ったりしております。はい、ただまあどうなんだろうな、一応ドロップ的なことを言うと、まあ比較的に、比較的になんかまあやりやすい、まだ周回しやすいっていうのは変かな、集めやすい素材となっているんで、なんか今後ボックスイベントとかそれ以外で言うと、まあ素材ですね、ハンティングの素材とか、はたまたまあ夏イベとかでなんか同素材で入ってるみたいな、そういう形で集めてくれると、集めやすくしてくれると、個人的には嬉しいなという形です。はい、もう絶対新素材ね、もう今後使うキャラクターいっぱい増えると思うのよ。水着イベントでも増えそうだし、2部3章クリア前提のイベントでも増えそうだし、はたまた周年とかで200個食っていきますみたいなザラにありそうな気がするので、なんかそのことを考えたら、まあいい感じにね、飽和しきってなんかいっぱい供給して、うわもう同素材いらねえよみたいな形になってくれると嬉しいなって思いつつ、そんなことありえねえやって胸骨の数を見て思いました。はい、あれ多分4500個ぐらいいるんですが、未だにちょっとずつ増えてるからね。うん、アペンドスキルとかいろいろ込みで。はい、以上ということで、まあちょっとグラグラとね、雑談してきたんですが、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.